ウェルトバタは福岡県北九州市戸畑区市を今地戸畑駅前にある北九州市により開設された公共施設、オフィスビルの複合施設。北九州市が1997年に策定した戸畑町づくり構想の戸畑駅周辺地区整備事業、交流にぎわい情勢の町整備方針に基づき市民福祉の向上と 福祉活動の活性化を図る目的で2002年10月にオープン。1999年3月に先行して整備された戸端駅の移転改築、戸端先と合わせ、戸端区の玄関口の顔となっている。交流プラザに展示されている戸端祇園大山傘戸端区戦某にあった旧戸端市民会館を移転した戸端市民会館、大ホール、中ホールの機能を持つ。 市民会館船と福祉関連の団体や民間のテナントが入居する福祉会館船からなる。なお、2階の交流プラザには、戸端擬音対三傘の超賃山傘と登山傘が常設展示されている。ウェル戸端という名称は、北九州市立福祉会館と北九州市立戸端市民会館の総称であり、名称のウェルは、ウェル親切に適切に、 ウェルカム歓迎、ウェルフェア福祉の意味を持つ。ちなみに、ウェルトバタに隣接するトバタ駅ロータリーからイオントバタ、SC にかけての敷地は、日立金属トバタ工場跡地で、日立金属のルーツである、トバタイモノが設立された場所である。開館時間8時22時駐車場7時30分23時、休館日12月29日から1月3日。ありがとうございます。